どうもハーレマーのゆらです。このチャンネルではアニメキャラ個人にフォーカスを当てて歴史やエピソードについてご紹介していきたいと思います。今回は日本のアニメを代表する大人気なろう作品リゼロから始める異世界生活の主人公夏木すばるのご紹介です。4月1日生まれ、黒髪の短髪に平凡な顔立ち、筋肉質のがっちりした体格の持ち主である少年。足は一般的な日本人よりも速く、目つきの悪さが特徴的である。物語開始時点での年齢は17歳。家族構成は父と母との3人家族で、テレビアニメ第2期29話親子で初めて明かされたスバルの両親とのエピソードはリゼロファンにとって忘れられない内容でした。座右の銘はやるかやらないか迷ったらやらない。学校へは登校せずに好きなだけ寝て遊ぶだけの怠惰な生活を送っており、いわゆる中二病の傾向があったものの、神話や星の名前などに実は詳しいなどのちょっと変わった一面もある。他にも裁縫、刺繍、弾き語り、似顔絵、ベッドメイク、粘土細工、習字、日曜大工、手品、折り紙、あやとり、オセロ、パズル、IQ テストなど、アニメ版では語られてない数多くの特技を持っている。中学時代は剣道部に所属していたこともあり、町のチンピラ3人に素手で喧嘩に勝つレベルの度胸と腕っぷしはあるものの、際立った身体的な特技などはない。小学生まではその推しの強い性格でクラスの中心的人物であったが、その性格を引きずったまま全く成長しなかったがゆえに、中学高校と思春期に入るに伴っていつしか周囲の人間からうざがられ反感を買い、最終的に阻害されるようになったため、引きこもりになってしまった過去を持つ。スバル本人は同じ態度の父親の真似をしようとしていたのだが、実のところ父親は軽薄一辺倒で何も考えていないように見えるが、最低限の TPO はわきまえていた。そうとも知らずに表面的な部分だけを真似しようとしたことがあだとなり、結果的にスバルは居場所を失ってしまった。空気を読まずふざけた態度で人の神経を逆なでするような性格だが、物語が進むごとに徐々に性格面での成長も見られ、情に厚く大事な人たちを守るためなら自らを顧みない、そんな男らしい一面も兼ね備えている。ちなみにですが、物語の序盤では悪いところしかなくて見てられない、そんな方も多くいたかもしれませんが、実はこれには原作者長月達平先生の徹底的なダメなやつからスタートさせることで主人公の成長も作品にとっての醍醐味になるだろう、そんな策略もあり、とことんウタキャラに見えるように序盤は描いていたとのこと。そんな夏木すばるは深夜コンビニで夜食を買った帰りに目をこすり、まぶたを開けると突如として異世界に召喚され、彼のゼロから始める異世界生活は幕を開けるのであった。異世界に転生し困惑していたところを何の見返りもなく助けてくれたハーフエルフで銀髪の髪に紫紺の瞳を持つ美貌の少女エミリアにスバルは好意を抱き、彼女を守ることを何よりも優先することを決意する。その一方で憎しみない愛情と期待を寄せてくれるレムのことも大切に思っており、彼女の存在は死に戻りという孤独な戦いの中で彼の大きな心の支えとなっている。そしてここではアニメ版と原作版でのスバルの違いをご紹介していきます。実は原作版では異世界に来たのは実はスバルだけでなく、プリシラ陣営の仲間であるアルデバランもその一人であったことがはっきりと描写されています。そうだよ、俺が召喚されたのはもう18年も前だ。腕をなくしたのも同じ時期、今の兄弟とそう変わらねえ時のこった。原因とかは分かって、積極的にこの世界に呼ばれた理由を探してはねえよ、それは今もわからねえ、といったようなスバルとアルの会話が2人が出会った直後にあり、アニメ版ではこの描写が一切なかったため、アニメ版においての2人の関係性、そしてアルとは一体何者なのか、スバルにとっても視聴者にとってもこの作品の重要なキー要素になるかもしれません。何の力もない夏木スバルに唯一与えられた力は死に戻り。テレビアニメ第1話でエミリアを助けるために腹渡狩りのエルザと戦った際に死に戻りの能力を手にしたことが初めて判明する。この能力はスバルにとって最大の武器で、自身が死亡した際にセーブポイントまで巻き戻る力であり、スバル自身が死に戻りと名付けました。
死に戻りを発動しても記憶は保たれているため、戦闘においては非常に有利に立ち回ることができます。スバルはこの特性を生かし、数々の強敵や困難な状況を打破してきましたが、他者に死に戻りを公言できないという大きな負の一面や、能力使用後は自分以外の人物の記憶もセーブポイント時点に戻ってしまうなど、数々のデメリットも抱えています。死に戻りする際は耐え難い苦しみと痛みを味わうため、大事な人を助けるために幾度もその苦痛を背負い死に戻りするスバルを見てると心苦しいものはありますが、それがこの作品ならではの大きな魅力につながってもいます。これは今後のストーリーのネタバレになってしまうため詳しいことは言えませんが、この死に戻りの能力には嫉妬の魔女サテラが強く関与しており、3期以降で死に戻りについても徐々に明かされていくので期待しておいてほしい。ちなみのちなみにですが、テレビアニメ版第2期まででスバルは17回もの死に戻りをしています。スバルは陰属性の魔法に少し適性があり、対象の範囲内の意識と肉体のつながりを分断し暗闇を生む魔法シャマクを使えるが、ゲートが制御不可能であるためマナ切れを起こしやすい。陰魔法としては初級レベルの魔法ですが、スバルにとっては唯一使える魔法でもあり、窮地を脱出する助けにもなってくれているので、シャマクさんと呼んでスバル自身信頼を置いている。魔女因子と呼ばれるものに並々ならぬ適性を持つスバル、ペテルギウスを殺害した際に彼の持っていた魔女因子を取り込んだことで怠惰の剣の見えざる手を獲得する。ペテルギウスは何十本もの見えざる手を操っていましたが、今のスバルには1本が限界です。使うたびに得体の知れない何かが目覚める感覚がスバルを災難でおり、酷使しすぎると強烈な頭痛に襲われるそうです。後にこの見えざる手はスバルによってインビジブルプロビデンスと命名されます。最後にスバルに関して残されているいくつかの謎や憶測についてご紹介していきます。スバルの死後の世界。スバルが死んだ後の世界はどうなっているのか現在も不明です。平行世界として進み続けているのか、あるいはスバルの記憶だけを残して全てがなかったことになっているのか、これらの謎を知っている可能性があるのは嫉妬の魔女ただ一人と思われます。スバル滞在主教説。スバルは魔女教幹部滞在司教の一人なのではないかと噂されてます。七大魔女の魔女印象を受け継ぎ、嫉妬の魔女サテラを崇拝する魔女教幹部である滞在司教が存在します。この滞在司教は現在嫉妬と傲慢の担当が不在であり、傲慢の担当にスバルがつく可能性が高いと噂されてます。その証拠に怠惰担当ペテルギウス・ロマネ・コンティとスバルが初めて出会った際には、スバルから感じる魔女の匂いに、あなた傲慢ではないですかと疑いを持っていました。さらにペテルギウスは寵愛というワードをよく口にしますが、その寵愛とはサテラからスバルが受けているものを指していると考えられることなどから、空席となっている嫉妬か傲慢のどちらかの滞在司教にスバルがなってしまう可能性が高くなってきています。スバルが異世界に召喚された本当の理由。これはリゼロにおいて最も大きい謎の一つですが、有力な説としてエミリアは嫉妬の魔女と同じくハーフエルフで姿がとても似ていますよね。ですので嫉妬の魔女の差し金でスバルをエミリアに近づけるために異世界召喚されたのではないかと考えられています。その真意がエミリアをスバルに守らせるためか何なのかは全く予想できませんが、エミリアと嫉妬の魔女の関係性が明らかになる際、これらのことも全て明らかになるのかもしれません。今後も彼が大切な仲間たちを守るためあがき続ける限り、この物語に終わりが来ることはないでしょう。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。リゼロがこれほどの人気作になるには彼の存在なしでは到底かなわなかったでしょう。個人的にはリゼロは短編集や外伝などが多岐にわたって刊行されており、例えば剣気ビルヘルムの若き頃を描いた剣気廉歌や、クルシとフェリスの2人の決意に至るもう一つのゼロから始める物語、獅子王の見た夢など、本編では描かれないエピソードが詰まっている小説も数多く刊行されていますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。今後もこのような動画を上げていきますので、もしよかったよという方はチャンネル登録よろしくお願いします。